こんにちは,よみはチャンネルのよみです、えー、本日はですね、えー、抵抗ラダーを使って8ビットの DA コンバーターを作ってみたんで、これでちょっといろいろと実験をやっていきたいと思います。それで今回作成する DAC の回路図がこちらになってます。よくあるタイプの R2R でラダー抵抗を作って DA 変換するタイプです。で今回は抵抗は 1K、2K という形でラダー抵抗を作ることにしました。 そしてビビッットト数は8ビットですね。そして今回測定の方はお城を使うので抵抗のタップから直接 V アウトを出していますまあ実際に DA コンバーターとして使う時には V アウトのところにこんな形でエミッターフォロワーを入れてあげるといいかもしれませんねまあ今回はなしですそれではラダー抵抗を作っていきましょうまずは基板に部品を挿していきます それで今回私2 k ω の抵抗を持っていなかったので、1 k ω の抵抗を直列にして使うことにしました。今回抵抗の本数が多かったので、結構刺すだけでも大変でしたね。それでもなんとか最後まで差し終えたようです。お次はハンダ付けですね。抵抗のリードが邪魔でハンダ付けがしづらかったので、まずは適当にくっつけるだけくっつけて、後から綺麗にするようにしました。 まあこのあたりで適当につけたハンダをきれいにしつつ接続するところはブリッジをかけて作っていますねあとはアルド i n ノと接続するためのピンをつける必要がありますがまずはこれで完成ですそうしたらアルドゥイノにつないで動作確認をしていきたいと思いますアルド i n ノのプログラムがこちらですね、まあ、最初にアルド i n ノで使うピンをこのように定義していますそしてセットアップの中で全ての8ピンをアウトプットに設定 そしてループ分の中でそれぞれの出力信号を変えられるように作っていますまあまず最初はビット0だけがハイでそれ以外がローの条件から動かしていきたいと思います、えー、それでは電圧計をつないだのでダックの出力を見ていきたいと思いますまずはダック値が1の時電圧は0 0 1トでした次はダック値2の時0 0 3トですね次はダック値4 0 0 7トですそして次はダック値8 ですそしてダック値16で0.28ボルトダック値32では0.56ボルト128では2.26ボルトまあ若干低めですけど各タップではちゃんと出てるみたいですねそれで全ダックを調べてみた結果がこちらですここのところが先ほどの計算値ですねそしてこれが実際に測定した値まあ順番に見ていくとちゃんと電圧の方は出てるみたいですね ダックコード255の時に4 8 8トそしてグラフに表すとこんな形になってます、まあ、横軸がダックのコードで縦軸が電圧ですねほぼリニアに変化していることが分かると思います作る前にはこんな抵抗の組み合わせだけでこんなきっちり出るとは思ってなかったんですけれども実際にやってみるとかなり綺麗な直線になってますねそれで気になったのでリニアリティを計算してみました まあこちらの DNL INL と IN っていう項目ですねで今回のダックの刻みは256分の 5V になるはずなので DNL っていうのはその電圧ステップに対してどれだけ誤差を持ってるかっていうことですね今ここで1で示しているところは1ステップの電圧に対して約2.4%誤差を持っているということですで計算した DNL の結果がこんな感じになってるんですけれども 極端に DNL が悪かったり逆にミスコードを起こしている部分っていうのはないので精度的には結構いいんじゃないかなと思ってますで INL っていうのは DAC の出力が本来の直線に対して上に膨らんだり下に膨らんだりするようなケースっていうのが出てくるんですけれどもそれが本来の直線に対してここがどれだけ離れてるのかっていうことなんですよねで見ていった時に INL の方もこの辺の0.89とかその辺りが一番大きくて 1>, 1を超えてるようなところもないので私の感覚としては結構いいリニアリティだなと思ってますまあよくよく考えてみるとディスクリート部品を使ってるのでそこそこの精度は出るのかもしれないですけどね、まあ、それでは DAC が出来上がったので実験をしてみたいと思いますまあこんなプログラムを作ってみましたまあここで気になってくるのはここですね4分でレゾリューションまあ今回の場合には100ですね 100回ループして、まあ、その100を1周期とした、えー、サインカーブですね。サインカーブを計算して、あらかじめ配列の中に入れておきます。まあ、ちょっといろいろとやってたんですけども、こうしないと、アルディーノの演算が遅くて、サインカーブの周期がすごく遅くなってしまうんですよね。なので、こういう形で配列に入れておいて、実際に波形を出力するときには、計算結果を読み出すだけでいいように作ってあります。では、まずは実行してみますね。 そうするとプログラムで計算した通りのサインカーブが出てきました。まあ結構見ていくとレゾリューションが100と荒いので見えてるサインカーブも階段状になっていますね。あとは気になるのはこの辺りで出ているグリッジですね。で、これはプログラムがこのようにダック値のビット0からビット7を上から順番に変えていってるので発生しているんだと思います。まあこれ8ビット一気に変えられるようにできればこの辺は改善されると思うんですけどね。 で周波数の方は 186Hz となっています。やっぱりレゾリューションを荒くしてるからといっても、アル u ィ n o のスピードではこの辺の周波数を出すのが限界ですかね。もうちょっと速い周波数を出せると発信機みたいな形として使えるんですけどね。ちょっとこのままでは解像度が荒いので、えー、解像度を上げてみたいと思います。例えばここ一気に500ぐらいまで上げてみますかね。それで実行すると、 ちょっとレゾリューションを上げたので周期は長くなってしまいましたが、まあ、タイムスケールを変えて合わせると、まあ、こんな形で綺麗な制限波が見えるようになります、まあ、ただ相変わらずグリッジの方は見えてますね、まあ、DA コンポーターでこんな波形を出す場合にはローパスフィルターを通した方がいいのかもしれませんでまあちょっと単純な波形だけでも面白くないので、えー、こんな波形を作ってみました、まあ、フーリエ展開なんかをご存知の方はもうこの波形見るとどんな波形が出てくるのかわかると思いますけれども ちょっと実行してみま,すまあこんな形で区形波に近い波形が出てますね。まあこんな波形のシミュレーションなんかもダックがあると簡単にできてしまいますね。まあ AC 波形でもちゃんとダックが動いていることが確認できました。まあそれでちょっとグリッチを消したいのでローパスフィルターをつけることにしました。まあ回路的には簡単なこんな回路ですね。それで R と C の乗数なんですけれども。 まあアルディーノの方のサンプリング周波数を計算してみますと、まあ、先ほどのサイン波形が 37.2Hz で出ていてそれを500サンプリングで作っていたので、まあ、サンプリング周波数としては 18.6kHz ということになります。まあ、なのでこの 37Hz と 18.6kHz の間でカットできるようなフィルターを作ってやればいいので まあ難しくはないんですけれども、まあ、手持ちにある部品でできるということで r イコール1 k オーム c 0 1ッドにして 2πRc 分の1で計算するとカット周波数は 1.592kHz となるので、まあ、適当なんですけどこのフィルターを使えばグリッジを消せると思うので実験してみたいいと思います画面には1周期500サンプルで制限波を出力しています。 今はフィルターをつないでいないのでまあこんなような形でグリッジがかなり乗ってますねそれでは先ほどのフィルターをかけてみますグリッジが消えましたねただグリッジがあった場所に若干歪みらしきものが見えてますねまあフィルタリングしきれないんでしょうかねちょっとフィルターの回路常数を変えてみます先ほどは 1kΩ の抵抗をつけていたんですけれども今度は 3.3kΩ に変えてみます 減りましたけどやっぱりこの辺りに歪みらしきものが見えますねじゃあ抵抗1 0 k オームにしたらどうなりますかねまあほとんど見えなくなりましたね500サンプリングぐらいだとほぼほぼ綺麗な制限波が出てると思いますカット周波数を計算すると 159Hz ぐらいですね出力電圧の方はピークトゥーピークで 4V ぐらい出てますそしたら次は一旦フィルターの方を外して サンプリングを1周期100に変えてみますそうすると周波数は 185Hz ぐらいに変わってますが出ている波形はかなり階段状になってますね当然グリッジも出てますここでフィルターをつないでみますそうすると先ほど同様かなり綺麗な波形になりましたねただし幅レベルが 2.4V ピークトゥーピークぐらいまで下がっちゃいましたねまあこれは出している周波数がカットオフ周波数よりも高いためですねちょっと周波数を下げてみます 周波数を先ほどの500サンプルの時と同じぐらいに調整してみました振幅は 4V ピークトゥーピークでするようになりましたね波形も綺麗になりましたフィルターを通せば100サンプルでも十分綺麗な波形を得られますねちなみにフィルターを外すとこんな感じになりますこれもうちょっと1周期のサンプル数を減らしたらどうなりますかね1周期20サンプルまで減らしてみましたフィルターがないとかなりガタガタした階段状ですね 周波数はだいたい同じになるぐらいに調整してありますフィルターをかけてみます綺麗にはなりましたけどさすがにガタガタした感じは否めないですねでもほぼほぼ制限波が出てると思います50まで上げてみますまあこれもやっぱこの辺りにガタガタした感じは見えてますねだいぶ綺麗だとは思いますけどね100サンプルにしますが約 40Hz の制限波を出すのに1周期のサンプル数100で フィルターのカットオフ周波数 159Hz だと十分な制限波が出ていると思いますまあどうせなので、えー、先ほどの区形波も出してみたいと思います、まあ、これがフィルターなしでの波形ですね、まあ、かなり階段状になってるっていうのが一つと計算上の区形波と同じような波形になってますでまあこれフィルターを入れてみると階段状が消えてよく見るような区形波が出てますね カットオフ周波数が 159kHz で発信周波数がだいたい 40Hz なのでまあいい感じで出てるんじゃないでしょうかで,できればここのグリッジ自体をもっと消す方法としては DAC に出力するデジタル信号を1ビットずつ変えるのではなくて8ビットまとめて変えるようにすればもっと改善するとは思うんですよね アルド u イーノでも8ビット同時に変更するっていうようなプログラムの仕方ができるのかもしれないんですけどちょっとわからないので次回 IoExpander を使って8ビット同時に切り替えた時にどのようになっていくのかっていうのを見ていきたいと思いますあとどうせだったら出力段にエミッターフォロワーなんかもつけて DA コンバーターとして普通に使えるところまで仕上げていきたいですねそれでは本日の動画はこれにて終了です この動画をご覧になられていいと思われた方はぜひご登録いただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。